コムからお届け北九州神図鑑」皆さん、こんにちは始まりました「北九州神図鑑」。 この番組は北九州で元気に活躍をされている北九州人の方をゲストにお迎えしその方の活動の内容や元気の源また北九州の魅力などについて語っていただきます対談番組です進行役は私伊藤美香ですよろしくお願いします<手>そして今回第五十五回のゲストはこちらです 小倉祇園大公保存振興会,会会長の中村誠さんです。はい、中村でございます。どうぞよろしく。よろしくお願いいたします。<laughs> そして、今回の収録場所なんですけれども、小倉北区にあります。小倉城庭園にお邪魔いたしております。雰囲気がいいですね。そうですね。はい。そして、小倉城ももうすぐそこ見えています。はいはい はい、まあギョン大にのお話で一番こう、うんはい、ふさわしい場所ですね、はい、そしてハッピーも来ていただいております今日はよろしく、はい、お願いいたしますどうぞよろしくお願いします中村会長をお招きしましての北九州人図鑑早速今回のトークテーマ三つご紹介いたしますこちらですまずは一つ目仕事と対抗どっちが大事二つ目 小倉のにぎわいは太鼓の擬音から始まる三つ目大きな節目を迎えてとなっていますでは早速一つ目のテーマから入っていきたいと思います一つ目のテーマは仕事と太鼓どっちが大事ということなんですけれどもまずは中村会長のご出身から教えてください<う>ご出身ご出身はい出身,出身はどこですか出身地は出生地はね、はい 熊本県の天波草ってところです。で、ただ一歳の頃にも倉に出てきてますので、小倉の町の真ん中が少年時代を過ごした場所ですね。小さい頃ってどんなお子さんだったんですか。真面目な子供でした。はい。とっても真面目な。はい。もう優等生。優等生。絵に描いたような優等生。その頃の写真でしょうか。こちら。 そうす3男3人の兄弟うですので私が長男でこれが次男これもう亡くなりましたけど、はい、で三男、はい、これはまだあの存命です。はい、でこの人がうちの叔父の親友で斎、はい、藤寛一郎さんという人なんですけど、はい、井筒屋の社員です。はい で子供の時からまあこんなふうにしてうち、んうん、に遊びに来て、はい、これ確か正月ぐらいだったと思うんですけどね、えー、あの飲みししてましたねそしてこちらちょっと大きくなってから制服着てらっしゃいますねそれは父親と、はい、私とか、うん、弟末の弟と3人で,、はいでえー、高校はこちら地元の高校そうです、はいはい 国クラブ高校,にまし高校に行って、はい、でその後大学で北九州を離れ,れるんですね。卒業後は慶応大学にお進みになるということなんですけども、その後の進路を教えてください。卒業後はその後まあうちの実家が、うん、居酒屋をやってまして、うんえー、そこに。 まあ時々まあ休みで帰ってきた時はバ皿洗いのバイトかなんか家業手伝ったりしてましたけどもちろん居酒屋の後継ぎをするつもりは全くありませんでしたけど、ね、まあそこのお客さんで居筒屋の人が随分来てたんですよね。 で、結構偉い人も来てまして「えー、え坊主お前卒業したらどこ行くんか」ということです <laughs> はい,、はい、いやまだ決めてません」と「ゆず茶に入れ」という話で、はい、まあそれも選択肢の一つかなという気はしてましたけど、はいはい、あんまり真面目に考えてませんでしたけど、はい、まあなんかそのあの当時はオリンピック東京オリンピックの後の不況の時代でね、うん、就職があんまりなかったんですよね。はい 他の入社試験は全く受けないで、うんはい、もう井筒屋だったらすんなり入れるだろうと。はい、いうことで、井筒屋にまあ決めたわけですね。はい、就職をなさるんですけど、うん、井筒屋に入ってからはどんなお仕事をされたんですか。まあ、うん、最初配属されたのが婦人カジュアルっていう。はい、まあ、いわゆるセーターブラウスの売り場で。はい 当時はもう今みたいに各ブランドがたくさんあって既生服がいっぱいあるような時代じゃなくて福祉でオーダーをしてほとんど仕立てを皆さん奥様方はされてましたから人の売売り場が一番れてるし広かったんですねだから当時の既生品はレナウンの家々とかねいうのが出てきたような時代でそこで2年半。 奮闘しましたね。セーターの畳み方とブラウスの畳み方は上達しました。今でも大変。今でもまあ上手かどうかちゃんと普通の人が畳むよりもあのプロらしい畳み方ができると思いますね。なんですね。まああのお仕事でいろんな方とこうお話をすることになりますよね。こうご自身の性格としてはどうだったんですか。私はね大体今言うと人は信じませんけど口下手でね。 物を言うのは嫌いなんで、はい、いわゆるあの沈黙は金なりというふうに思い込んでるたちがあって <laughs>、ええ、もう学生時代なんかほとんどあの友達としゃべるしゃべるっていうことはなかったですね、うん、だからなんかね、うん、しゃべるのが苦手だったんですよ。うん、そしたら井筒屋入って外商部に行けっていう、ええ、の婦人服から次外商に変わったんですよね。はい で会社行くと売り込まないゃいけませんからそうでね黙ってるわけにもね喋らないと話にならなわけですよそうか言って何喋っていいかわからんからいつも行った時は手の裏側にこのえこんにちはか今日はいい天気ですねとかね今ゆずつやではこういう北海道物産展をやってますよとかねその話題になりそうな文言を手のひら書いてネタ帳のようにですねそうそうこんにちは 今日は寒いですねとかね。今、井筒屋では北海道物産店やってもらってます。一時。あの、それでどうしたんって言われたらね。次のことが出らんわけ。そこまでしか書いてます。そうそう。で、まあ、しかしそうやってるうちに、まあ、一生懸命やりましたから。まあ、それを買ってくれて、あのお客さんが徐々に、あの、か、買い物してくれるようになりましたね。 あね、まあでもだから外相に行かなければ、うん、今こういう立場になったりうことはなかったろうと思いますよ。あもっと無口でいらっしゃったかもしれないです、ね、黙ってバヤとして、何か考えてくるか分からんって言われるような人間でしたも、えー、で,でも小倉に帰って見えまして、うん、そしてあのお仕事も大変忙しかったと思いますけれども小倉といえばやっぱり小倉源太夫ですよ。もうその時ももちろん叩いていらっしゃったんですか 町内町内っていうのは小倉中央銀座通りって今、はい、中銀通りって言いますけど、うんえー、小倉の目抜きの通りだったんですね。はい、でそこで、えー、ある時あの太鼓を出汁を今竜神太鼓ってあの出汁を龍の,の出汁を使ったものを新しく、はい、作ってますけど、はい、その時に作り始めのまあ えー、打ち初め式じゃないですけど、うん、町内の,その初めての介護の時に「うん、介護があるから出てこんか」ということで、はい、まあ,あ「じゃあ分かりました行きましょう」ということで約束をしてったら、はい、急にその当時の上司が「今日は残業だ」というんで「<ー>えー、すみません今日約束があって行かれませんけど」と、はい、言ったら。 お前仕事とか、この太鼓とどっちが大事かって言うからね。<laughs> はい、まあ、私もカットして、はい、いや、それ太鼓は大事に決まっとるやんって,って。それ <laughs> で帰ったんですよ。はい。<ー>一つ目のテーマですね。そう,そうそう。<laughs> <ー>どっちが大事。 えやかましくおられますそのやかましく言った人がさっきの,あの幼少の時の写真のこの直前<の><の>上司,、ね、接上司たまたままたこう <laughs> まあ運命の皮肉というか <laughs>、はい、子供の時から知っている人のところに配属されたわけです。まあでも その仕事対,対抗はどっちが大事かで対抗が大事ということはないですよねやっぱり仕事が第一大事,大事、うん、え仕事があって対抗もできるわけですう一応テレビですからねそ,そのように言うとたいなと思いますがす <laughs>、えー、ということでお話を伺ってまいりましたがここで二つ目のテーマに行きたいと思いますこちらです二つ目のテーマ小倉のにぎわいは 太鼓の擬音から始まるということなんですけれども中村会長は平成17年に小倉擬音太鼓保存振興会の会長に就任なさいます今年で15年目なんですよね、うん、今の気持ちを教えてくださいいやもう早いもんだなと、うん、ぼちぼち、はい、もう、うん、あの高齢になりなってますので親子、はいえー、ごめん <laughs> な,らないかなと思いますけど <laughs> なかなかやめさせてもらってませんけど、はい。こちらもね、これ、あの海外なんですって。ハワイですね。集合、はい、写真に乗っかってるメンバーで、うん、あのハワイのワイキキの通りをですね。はい、1> 約1キロを叩いて、あ,<ー>あのパレードを参加したんですね、はい。北際交流、文化交流もね、このようになさっているということで。そ,<う>そして、えー、就任された。 当時と今ではお祭りの雰囲気も随分変わってきたということなんですがこれはお祭りのシーンの一つですが今こ太鼓宙に浮いてますねそうそうそそれは、はい、あの担ぎ太鼓っていって、はい、まあ,あの江戸時代の頃の、うんうんうん 祭りに参加してる太鼓はこういうことで今みたいに出しの上に太鼓を折って引いて回るということじゃなかったようなんですよね。えー、こ,うやってこう担いで,、うん、でこれだけじゃなくて、ね、やっぱりその、うん、なんていうんですかね、うん、しゃぎり隊みたいなのがあったりさまざまな傘おこがあったりさまざまなあのだから三味線を引いていく舞台もあったりね。 そういういいお祭りだったらしいんですよ、うん、でその中から明治以降大体太鼓に特化されつつあって、うん、太鼓業に変わっていったと,、うん、ということであの、まあ、そこが、はい、あの400年続,けてき続いてこれた大きなポイントっていうことになりますかね。うんはい そして皆さんあの衣装もきちんとされてますよね。はい。ところがですね、うんうん、あの長い歴史の中では非常にこう皆さんからちょっとお叱りをいただくような時代もあったんですよね。平成二十年ぐらいですかね。にそのいわゆる 太鼓の小倉基ン太鼓は三拍子って言われるんですけどえそれと調子の違う太鼓でもって早打ちをしてえやったりその衣装が非常に威圧的な衣装を着たりですねえから酒を飲んで通行人にあの迷惑かけたりいうそのマナー違反というかそれをマナーという以上の お違反団体がいっぱいありましてもうこの市民からは「うん、もうこんな祇園大鼓は本物やないからやめしまえ」というおこしりの声はたくさん出ましたまで,、はいえー、でだんだんその大鼓そのものに出ることが恥ずかしいようなね、うんえー、雰囲気がこう出てきた、はい、だから小倉祇園大鼓400年の中の危機の一つですね。うん はい、でこれではいけないということでいいろいろこう取り組んでこられたんでこ、ね、その改善の参加年計画を,、うん、を作って、はいえー、その中で「まあ、うん、打ちて心こだとか、まあうん、何よりもその小倉祇園太鼓っていうのは八坂神社の神事ですね、はい、夏の例大祭なんで、はいまあ、その神事であることを認識もっとしなきゃいかんというようなことをこれはあの啓蒙する以外にその。 何ていうのはそういう違反団体みたいな人たちを、はい、あの頭ごなしにや,ってやれないわけですよね、はい、その、えー、任意の,あの、はい、団体ですから、はい、だからまあ説得して、はい、そういうのがこう自分らでまずいなと思うような方に持っていかないといけないんで、はいえー、まあ,あの少し息の長い活動になりましたけど。はいはい まあみんな組合会員そのもの頑張って頂い,いて徐々にあの適正化されてきましたね、はい、その一つ一つの活動が身を結びまして今年の春にはですね、うんえー、国指定重要無形民族文化財に。 りました、えー、私たち地元にとっても非常にもう嬉しいニュースとなりました、はいえー、会長も喜びひとしおだったのではと思いますがこちらのお写真が甲府式の様子ですね。もうう,う,もう400年年い節目の年に、はいえー 県指指定定から国指定の文化財に昇格させてもらいたいっていうので、はいうん、いろいろ各方面とお願いをしたり、はいえー、やってましたけどそれがまあ、えー、思いのほか早くちょうど400年にあって認定をされたもんですから、はいはい、非常に湧き上がって喜びましたね<ー>この無形民俗文化財ですから、はい、あの 出しがどうだこうだだこってないわけで太鼓を打つという太鼓芸そのものが非常に全国的にあの小倉基本太鼓の太鼓のリズムっていうのは他に例がないものであるという認定を受けまして、はい、えいうことでそこが全国初ということなんですね。うん じゃあしっかりと今度次の世代にも受け継いでいくものがここでしっかりとこう認められたんですね。そうそうさあそして最後のテーマがこちらになります。大きな節目を迎えてということなんですが、今年は400周年という大きな節目の年になります。どんなお祭りにしたいとお考えですか？今、うん、あのよく言われるように。はい 少子化、高齢化と言われますけど、はい、我々の祭りそのものもやはりその波が来てますので、はい、できるだけ、うん、あの子どもたちに参加をしてもらいたいということで今、ねはい、この400年の大きな事業の一つとして太鼓塾というのを今各所でやってます、うんはい、市民センターあり、うん、小学校ありで、はいえー、やってますんで。 まあそこにたくさんの子どもたちがこの写真のように参加して実際に太鼓を叩いて体験をしてもらってます。うんうん、で太鼓っていうのは我々の祭りっていうのはあの耳から入る祭りですから太鼓を打ってもらうとこの太鼓の良さとか難しさとかいうのが初めてわかるわけよね。だからそうじゃないとあの ただ見てるだけではね実に簡単そうに見えるとある場合はそう思うんですよ。うん、だけど実際にやってみるとこれは本当に難しいなというのは分かっていただくし、うんはい、練習しないと太鼓っていうのはならないんだというのは分かってもらえるんで是非、はいえー、子どもたちに参加をして次の世代に継承できる人たちをね、うんうん、育っていきたいというのが。 400年以降に続く大きな、うん、テーマになりますね、はい。こういう太鼓塾などで初めてバチを持ったというおね、お子さんもいらっしゃるでしょうからね。うんうん、いやもう、そう、いうほとんどじゃないですか。で、そこからもっと叩きたいとかね、うん、上手になりたい、うん、参加したいという、うん、まあ、そんな思いにつながってほしいですね。うんはい、さあ、ええー。四周年。はい、まあ。今年は本当にもう特別な一年なわけなんですけれども、行、うん、事が目白押しですね。はい。 お祭りの本番が7月の1920日21の3日間で20日の土曜日に共演大会を行います。うんはい それは21日に回り議論ということで古、うんはい、文字通りを規制をして、うんうん、その4車線を全部太鼓の出しで埋め尽くすと、はい、にぎやかですよねこの時にぜひ、うん、あの観光客の皆さん方も、はいえー、体験できるように15分ほど、はい、お太鼓を開放しますから<ー>、えー、見物するだけじゃなくて実際に太鼓を鳴らしてみていただきたいと。うんうんうん いう時間を今年特につけるようにしております、はい。はい。そしてですね、この伝統あるお祭り、もっとたくさんの方に知っていただいて応援もしていただきたいんですよね。はい。はい、で今あのオギオンサポーターと個人協賛金のあのいわ、えー、依頼をするこういう、はい、あのおパンフを作って、えー、まあここに振込用紙がついてます。ますはい、これはまあ三千円程度で。はいえー サポーターになっていただけんかということでございますで特典としてこの小倉織の巾着をプレゼントしておりますでこれ値打ちがありますからまあこれをもらおうたんまり3,000円で協賛してこれもらえばそっち側の方がお得じゃないかと思いますね。 はい、ぜひぜひ皆さん応援していただきたいと思います。しますはい、そしてあのご覧のあのジェイコムチャンネルでも8月に共演会の模様を毎年お届けしておりますので、えー、こちらも知ってる方がね出てる可能性もありますから皆さんねぜひ楽しみにご覧いただけたらと思います。最後になりますがよかったら皆さんにメッセージをお願いできますか。えー、おかげさまで400年を迎えております。うんえー、今年からまたさらに発 にぎわいのある祇園、うん、祭にしていきたいと思っておりますので、はいえー、どうぞ当日会場にお越しください、はいはい、お待ちしております,りと,いますえというわけで今回の北九州人図鑑は小倉祇園大工保存振興会,会会長の中村誠さんをお迎えいたしました本日はありがとうございましたどうもありがとうございました